新宮島館跡地山子国久、正久、高久のものと伝えられる墓、新宮島は、出雲の戦国大名甘子市家中の精鋭として知られた軍事集団。館を、合参戸田城の北麓新宮谷に構えていたため、新宮島を称した。新宮島という名称で呼ばれるようになったのは、時代の天子国久の頃とされるが、それ以前より、天子市一門による、 親衛隊的な役割を持つ精鋭集団が組織されていた。この集団は天古の勢力新長に貢献し、出雲国内から秋国、貧乏国島を転戦した。天文10年の吉田軍山城の戦いにおいて、この組織の実質上の指導者であった天子久幸は討ち死にする。新宮島は天子つ久の次男、天子国久,久が継承し、 引き続き山子はじめ門の藩兵として活躍する。この頃の新宮党は、国久の養子先である吉田氏が所有する、出雲国東部地域、そして無本を企てて追悼された、国久まって、縁屋沖久の医療である、出雲国西部地域の縁屋も引き継いで支配しており、出雲国内の勢力は、非常に大きいものがあった。宗家とは別の独立した権限も所有しており、 常ねひ後は、当主、天子春久の裁判検討に、たびたび介入を行っている。新宮党が、天子軍の精鋭部隊であり、その勇猛さで、勢力拡大に貢献したことから、国久と息子の正久は、天子や中で傲慢に振る舞い、天子市当主の天子春久や、他の重臣たちとの間に確執、圧力が生じていた。 例としていずれも事実であるか疑わしい逸話であるが、新宮党と他の重臣との間に確執が生じていたこと、あるいは、春久と新宮党がそれぞれ異なる命令を出したために家臣がどちらに従うべきか困惑したことを伺わせる。また、天子宗家が直接介入し、その経済力、軍事力を直轄化しようとした木月大社が起こした諸問題では、 新宮党を率いる国久に頼る必要があった。国久の発給文書には、筆記大社、筆記大社支配下勢力と、天子春久を結んだ文書が多く、西出雲における天子氏の支配は国久を通した、間接的なものであった。天文23年11月1日、春久は、家中の統一を図るため、国久、誠久親子ら新宮党幹部を粛清した。 国久は途上途中で暗殺され、正久は、新宮島管内にて自害した。その一族も自害もしくは逃亡して、新宮島は壊滅した。天子春久は、天子氏久に、新宮島を引きさせたが、この粛清によって、多くの精鋭が失われた。他方、ひつ大社、ひつ大社支配下勢力との折衝役であった、国久とその一族が粛清されたことにより、 ひ月大使以下の西出雲にも本格的介入が可能となり、春久の目論みであった出雲一国の直接統治はほぼ完遂された。新宮党の党首であった国久の妻は田護氏であり、娘が新寺氏と三まさか大河原氏と春久の県出へと嫁いでいた。国久の着子、正久の妻は田護氏の出身であった。甘子春久の性質は甘子国久の娘でもあり、 国久の一族の婚姻関係は非常に複雑であった。しかし、その婚姻関係は天子家中の結びつきを決定的にはできず、後に行われた第一次合戦と打状の戦いでは、一族の新人氏や陰族の田菓氏は天子側から離反している。そして、新宮党内も一枚岩ではなく、新宮島の遠く首の座や所領問題等で、 天子久幸着子の天子先行が、天子国久と対立し、天子正久と天子高久兄弟ですら、意見の相違が多く、誠久し着子の天子氏久は家督をめぐり、高久とも不仲であった。このような一族内での不協和音が、天子家の運命を左右することとなる。ありがとうございます。